はっきりさせようぜはい。食リポな食レポなこれね、うーん、どっちもミルクないテレビでグルメコメントですよね。お店に行って、ラーメンすすって、おいしい、こうこうこうで、こうやって口の中に広がっておいしいですっていうこの行為。 食リポなん食レポなんどっちなんはい。まあ、今回これ多分最強のタイトルですね、まず動画ね。あのー、クリックせずにはいられなかったでしょう。気になって。こういうことなんですよ、YouTube。<laughs> はい。もうこんな、どうでもや、ほんま、もう普通に生きてたら自分では調べへんけど、いざこんなタイトル見たら、みんなしゃあないやん。腹立つけど。 絶対思んないけど見るでしょ。はい。ようこそ。こちら、絶対思んない方のチャンネルでございます。はい。で、まあ僕、一応調べました。みんな、調べるのめんどくさいよ。で、調べたら、わからんみたいな意見が多いんで、またこれ、うわーってなるんですよ。ただ俺、もっと深く調べました。ね。はっきり言います。食リポと食レポ。えー、じゃあ、いろんな意見をあったから言おうか。まず、1個目に目に入った意見言いますね。ネットで調べました。 レポートもリポートも同じ言葉だと。ね。ただ、マスコミ用語としては、日本新聞協会がリポートに統一してますので、食リポが正しい。という意見がありました。あ、ほな食リポやん。いや、だってもう、決めてんねん協会が。統一してんねんから。じゃ、食リポやん。ね。 えー、違う意見、グーグルで検索した結果、食レポと食リポ。ね。まあ、これ、誰や、読売テレビのなんかブログみたいなの見たんですけど、2017年9月の検索では、食レポ296万件。で、食リポ、協会が定めている方48万4千件ですって。 6倍ぐらい食レポの方が使われてた。ね。そっから1年半経った2019年の3月。食レポ459万件、食リポ25万件と差が広がってる。20倍ぐらい使われてる。ここまで来たらじゃあ、いやいや、食リポって定めてるか知らんけど、こんな差あんねやったらもう食レポちゃうんやん。 これ今だからどっちの意見も今平等です今じゃあ2022年9月末で調べましょうが、えー、食リポからいこうか食リポ199万件ね食リポ2140万件ですねはい、10倍か10分の1とかですね、うん、ああじゃあ食リポなんかとまた 違うところではテキスト媒体で伝えるのがレポート言葉や映像で伝えるのがリポートという住み分けがある説というのもありますはいもうレポートかリポートなレポートでレポート提出してんだ言うじゃないですか大学とか高校でもそれじゃないか食レポはという使い分けリポートはなんかリポーターだと ね、マイク持ってんのはウェザーリポートとか言うでしょリポーターねレポーターとは言わんでしょあのマイク持ってる人だからテレビとかで言うやつは食リポなんじゃないかとねただ、えー、食リポの方が検索は出るとしかも食リポって調べグーグルで調べたらまあってか言葉を調べた時ね Google で一発目に 言葉辞書みたいな、なんか、グーグル説明みたいなんで、一個、なんか、ホームページを見るとかじゃない概念で出現するのあるじゃないですか。例えばそうやな。粗品って調べたら、あ、ちょっとこれ英語しか。すいません。えー、そうやな。じゃあ、あ霊園って調べたら、怖いな。例えば、え、ま、え、あ、か。あ、いろんな霊園出てきた。怖い。見たくない。えー、なんか言葉、えー、ウィキペディア的な。あ、じゃあ、犬も歩けば棒に当たるって調べたら、 ほら一,個一番上にもう「犬も歩けば棒に当たるこれ「ウィクショナリ」日本語版って書いてますけど犬がふらふらで歩くと棒で殴られるような災難にあったりするっていうのがこう説明のいきなりてる俺が見んるんだよっていう感じで「食レポ」って調べた場合は出るんですよ食レポの意味「レポ」はレポートの略テレビなどで「レポーターが料理をその場で食べ」「レポーター」って言う 味などについて感想を述べること。あれレポーターって言うっけ食リポって調べたら出ません。その辞書のやつが出ません。という意見とかをいろいろ踏まえて今言うてもテレビ業界のね、まあ若手ですけど頑張っている一応第一線にいさしてもらえたいと思ってる私が もう、決めました。まあ、私はですけど、今度からテレビで、ね、わからん、アイドルがおって、もうそんな食レポできなあかんでって言うのか、食リポできなあかんでって言うのか、これ俺も、兼ねてから悩んでたけど、はっきりさしておきます。で、これで統一しましょう。僕はこういう時もうそんなもん食レポせなあかんで、ってごまかします食レポー。